こんにちは、旅するものづくり諏訪地工房です。はい、今日はサフランライス、イラン式で作るフライドポテトも同時に作るやり方をご紹介していきます。よろしくお願いします。で、諏訪地工房は2004年からものづくりしておりまして、世界を巡って、いろんなレシピ研究したり、服作ったり、音楽演奏したり、こうね、いろんな活動してますね。で、各地で展示会とかもやってます。今日はですね、バスマティライスとサフランをすごい効果的にこう香りをハーモニーさせるイランのやり方をご紹介していくんですけど、ズッキーニを使ったほんのりスパイス煮込みホレシテと、あとですね、中東のパセリのサラダタブレも同時進行で作っていきます。ではご覧ください、はい、じゃあ巨大ズッキーニ手に入ったので、ズッキーニのホレシテ作ってみましょう。はい、じゃあ巨大ズッキーニどんどんちょっと水分拭き取って素揚げしていきます。素揚げした油ちょっと入れて、でちょっと温めます。クミンシード、ターメリックパウダー、パプリカパウダー、ターメリックだけでもね全然十分ですよ。で、油でちょっと香りをなじませて、これ絶対焦げないように、カットオニオン、カットトマト、ヒマラヤ岩塩、ジンジャーガーリック、トマトピューレ、ひきわり豆、ひきわりひよこ豆で茹でておいたひきわり豆で、先ほどのズッキーニ、じゃあかけてる間にタブレも作ります。プルプルです。作るサラダの量によるんですけど、今日は2杯ぐらいですね。今日はね、新鮮のイタリアンパセリ手に入りました。なので使います。で、注意点として、左手でこう押さえつけながらやると細かく切れます。はい、で今日は赤玉ねぎがあったので、ちょっと水切りして入れます。はい、かつトマトですね。で、トマトのこのなんか水分多いとこはこのホレシテに入れちゃいました。なので、こうなんか外側の部分をちょっとカットして入れるって感じですね。で、本当はミニトマトとかだと、じゃあ水分少なめなのでいいかもしれないです。はい、じゃあブルグルちょっとだけお湯なじませます。はい、じゃあお塩、これ適量で、でレモンですね、レモン重要。こんなの見つけたのでちょっと試しに入れてみます。で、ザクロビネガーってね、結構ねサラダに使うといいんですよね。色も綺麗ですし、さっぱりするし、でバルサミコでも大丈夫だと思います。バルサミコとかね、酸っぱい系はね、このレモンだけっていう人もいますしね、ほんとそれもお好みで。あとオリーブオイルちょっとだけ入れましょう。じゃあ最後にブルゴール、これでね、この状態で冷蔵庫 2,3 日全然大丈夫ですので、これ蓋できるタッパーだから、結構これで作っとくと便利かもしれないですね。なんか私、こうそうめんの付け合わせとしてとか食べたりしてます。結構合うんですよ。なんか薬味みたいな感じにも使える。はい、それじゃあ本日のメインテーマ、サフランの使い方ご紹介してまいります。はい、そしたらですね、こうイラン料理の先生ナヒードさんに教わったスペシャルテクニック、ちょっとだけお砂糖入れるんですよ。で、ゴリゴリで、なんでこれやるかっていうと、やっぱりこのサフランのこのめしべがすごいこう細かくなるんですよ。
ので、さすがやっぱりイラン、サフランの国。そしたらお湯を注いで、じゃあバスマティライス行ってみよう。塩入れました。30分以上水につけたバスマティライスで、決して研がないこと。日本米みたいに研いじゃうとバスマティライスの香り飛んじゃうので、なんかこうパスタのアルデンテみたいな感じで、ほんとさらっと湯がくんですよ。意外にこれあっという間だから気をつけるかな。いいんじゃないか。それじゃあですね、こうひたひたにこう、またちょっと油下に敷いて、スライスしたじゃがいもですね、これを敷いていきます。これを敷くことによってフライドポテトとサフランライスが同時に作れます。見えますか、こういう感じでびっしりこう、なるべく隙間なくじゃがいもを敷き詰めます。で、敷き詰めましたら、先ほどのお米をザザザザザーン、はい、こういう感じで、で、そしたらほんの少しバターを乗せてあげて、あとは火にかけるだけです。で、まあ、好みにもよるんですけど、まあ、こんなもんかな。で、ポンポンって置いて、で、最初はちょっと強火で、まあ、中火ぐらいかな、中の強火ぐらいにしておいて、で、グズグズいってきたら、あと弱火で、まあ、15分とか20分とか置いてきます。まあ、大体15分から20分ぐらいかな、火にかけて。で、この下の鉄鍋ですね、鉄鍋の下に火かけました。最初強火で、で、次弱火でって感じで。そしたらクシュクシュいい音してます。はい、中はフライドポテトになってるはずです。そしたらですね、ちょっとこう混ぜて、油なじみをさせてあげて、ちょっとこの別に取るんですね。ダーッとサフランウォーターさっき入れました。混ぜますね。そうするとはい、サフランとバスマティライスの香り、そしてほんのりバターの香りが混じって最高です。うん、これはね、実はトッピングで使うんですよ。はい、で、全部サフラン使っちゃうとすごいなんかこうもったいないし、こう効果的にサフランを使う方法なんですね。これがイラン式の、これ非常に有効だと思います。どうですか、できてます。できてますね、結構できてますよ。タリクお、もう三日月型、あーしゃーまーしゃー、鉄鍋を下に敷く、めちゃめちゃ効果的。ぜひぜひ皆さんお試しください。はい、周りからサフラン、あと上からサフラン、わーはい、本当はね、ザクロとかでトッピングするとすごい綺麗なんですよね、美味しいし。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。で、こんな感じでですね、スワラジ工房では、布の素材、あと野菜の素材、あと楽器の素材、素材を生かしたものづくりをコンセプトで活動しております。で、詳細欄にいろいろリンク貼っておりますので、ご興味ある方はご覧になってください。で、チャンネル登録とかね、いただければ励みになりますので、頑張ってまいります。それではまたよろしくお願いします。失礼します。